はい、皆さん、こんにちは。榊博士でございます。昨日、おとといか、結果があんまり出ませんでしたけど、日銀の介入がありまして。今日もなんか介入してる感じがしますけどですね。今、153.05人ですね。結果出てんのか出てんのか、ようわからん。で、額がね、5兆円と3兆円で今8兆円なんですよ。8兆円。なんで、なんですか、この8兆円 分の結果出てるんかっていうと、私は出ていないと思うんですね。g.com で、これは昨日の19時45分時点の記事ですね。もうちょっと24時間ぐらい近く経ってますけども、24時間はない、22時間ぐらい経ってますけど、円急騰一時153円台、3兆円覆面介入か、一気に4円上昇と。まあ、一気に4円上昇するのはいいんですけどね。そうなると戻されたら1円。2日早朝の外国為替市場で円相場は1ドル157円半ばから153円まで4円以上も急騰した。日銀統計に基づく市場関係者の推計によると、政府日銀が3兆円規模で4月29日に続く円買い。4月29日は5兆円と言われてますよね。5兆5千億という話もありますけど、ドル売りの介入、為替介入に踏み切った可能性がある。政府は実施したかどうかは明らかにしておらず、前回と同様の覆面介入と見られる。投機的な円売り圧力に対し断続的な対応を強いられている格好だ。午後5時現在は155円49から50銭の前日比2円38銭円高ドル安。米連邦準備制度理事会 FRB は1日、連邦公開市場委員会を開催した。その結果、公表前の円相場157円台で推移。パウエル FRB 議長の記者会見終了後、日本時間2日午前5時過ぎから大規模な円買いが断続的に入り、円は一時153円ちょうど付近まで上昇した。パウエル議長が会見で利上げの可能性に否定的だったことなどを受け、市場関係者の多くは警戒していたほど利下げに慎重な高派ではなかったと受け止めた。円売りの勢いが一旦弱まった機会を捉えて、政府日銀が介入に入ったと見られる。ただ、米国経済の力強さを背景に、米長期金利は高止まりしており、日米金利差は当面縮小しないとの見方が強い。2日の東京外為市場で円は再び156円台前半に下げる場面もあり、政府日銀と投機筋との攻防は続く。各国為替仲介業者との声が出ていたと。まあ、いいか続きますけど、この辺にしておきましょう。現時点でですね、153円052と。まあ、あったといえばあったし、ないといえばないですね、為替介入。結局ね、市場というものにはですね、いくらかお金持ちの政府でもですね、最終的に抗えないもんなんですよ。なんでですね、なんて言いますかね、一時的な効果が出ていてもですね、最終的にはですね、市場には勝てませんのでですね、もっと根本的なところでですね、円安対策を行うべきだと私は思いますけどね。根本的なところでは何かというとですね、利上げです。円安になるのは日米の金利差がですね、まあ、今5%ぐらいあるんですね。日本は0なのに対してですね、アメリカは5.25から5.5なんですね。政策金利が。5%あるとね、さすがにバランス悪いんですよ。2%以内ぐらいやったらね、あんまりその、高い利率を求めに行く意味がなくなるんですけども、5%あるとさすがにですね、我々レベルでもですね、ちょっとお金があるんやったらドルに換えてドルに預金超過ってことになるわけなんですよ。そうすると円売りドル売りでしょ。ドル買いでしょ。だから金利をね、上げるっていうのは一番良かったんだけど、
上田さんはそれをですね、全くこう26日の政策発表で言及しなかったんですね。これで一気に円安が進んでしまったわけなんですよ。で、上田さんがですね、26日にですね、まあせめてですね、今後利上げしますよぐらいのこと言いやいいのにですね、金融緩和継続やとかアホやもんみたいな。全部それの裏返しなんですよ。まあ、上田さんがアホやということなんですね。簡単に言えば。トンチンカンなですね、政策発表をしてしまったが、ゆえにですね、円安が一気に加速して、みんなが慌てることになったということにしてですね、何のこっちゃわからんやんと、ほんまに。で、今後ね、やっぱし介入はしていくと思うんですけども、ちょっと額がですね、多すぎるんちゃうなと。ね、3兆円でしょ、今回も。で、5兆円でしょ。まあ、政府はそれで儲かってるんですよ。というのは多分、1ドル100円ぐらいの時に仕込んだドルなんです。で、それを今、153円とか155円で売ってるわけですからですね、大幅なら、帳簿上、まあ、実際の利益が出ているはずなんですよ。まあ、それはですね、日銀につくんかな。いや、政府につくはずですね。政府の金ですからね、政府の金を日銀が代理で動かしているというふうに、私は理解してるんですけど、そうすると政府にですね、数兆円、8兆円打ったんであれば、2兆はですね、利益が出てるはずです。それどうすんのそれ。どうすんのみんなに配ってな、2兆円。配ってほしいわ、ほんまに。1人2万弱ですね、1万5千円くらいですね、日本国民全員に配ったら。たまにはそういうこともやればね、やればきっちゃんで、支持率上がるんですよ。でもそんなことやろうかと言ったらすぐに財務省が飽きません、これは。これで言うわけだって。ほんで、その言うこと聞いてるわけでしょ。まあ、ほんまにね、なんていうか自分の頭でものが考えられへんというのはですね、悲しいもんですね、ほんとに。で、またやると思いますよ、でも、この絵書いて。今153円でしょ。で、今日で一旦終わりでしょ、金曜日で。でもこれ今日夜の部が本番ですからね。なんでですね、夜の部でですね、こう、ガンガンやっていくんだと思いますけども、ですね、もしかしたらですね、今日の夜の部でまた3兆円ぐらいやるかもわかりませんね。153円でしょ、今。まあ、さすがに140円台までいかないと思いますけど、でも結局ね、例えば150円ぐらいまでですね、円高に導いてもですね、一月ぐらい経ったら、あれ、なんや、わからんや、みたいな、というわけですよ、多分きっとね。まあ、為替介入ってそういうもんで、ですね、そこに大きな効果をですね、期待すべきではないと私は思いますけどね。はい。まあ、やらんよりかはやった方がいいと思いますけどです、ね、それが絶対的なもんではなくてですね、根本的にはですね、金利差の解消というのが一番ですから、上田さんね、次の会合6月なんですよ。5月ないんですよ。だから、どこかでですね、緊急会合と開いてですね、利上げとかって言うて、まあ、その幅が 0.1 でもね、0.2 でもね、一気に10円ぐらいは円高になりますよ。はっきり言って。0.1 でも5円ぐらいは来ると思いますよ。もうそれが一番なんですよ。でもそれをやるとですね、副作用が大きいと上田さんの頭の中では考えてるんでしょうね。まあなんせ学者ですからね、ほんまに、その、なんていうか、えいやーということができない人ですね。理屈で考えて、理屈で考えてどれが正解やろうと思ってるうちにですね、タイミングが、消えてしまうわけですよ。アホなことでございます。はい。ということで、このですね、昨日の字、今ちょっと読みましたページのアドレスをですね、貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございます。